はい、どうもこんばんは、アミキシです。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、まあ、シーズンがね終わりましたということで今ね、これ今日の動画なくて、今夜10時帰ってきて今撮ってるんですけど、そう、シーズンがね終わりましたということで、まずはね皆さんお疲れ様でした。まあ、ね、私の結果ですよ。あれ、これじゃないよね。結果は、でれれどんと、はい、3056。マジで、ふざけんなって話ですよね。もうね、お前引退しろよって言われそうなんだけど、本当にごめんなさい。マジでごめんなさい。あのね、無理だった。展開行ったんですよ。7000行ってたんで、多分7000でステイしてたら、何位だろう、800とかかな、わかんないですけど、800位とか、まあ、ギリ3桁入ってたと思うんですけど、まあ、グロフィにね、俺バカだから狙っちゃって、そしたら、すんごいとこまで落ちていきましたね。はい、ということで、もうね、やばい、老害のプロフィールになってるんですけど、まあまあまあ、ということでね、今回は、まあ、マルチ、行きながら、うん、そうですね、行きながら、バルーンでね、行きながら、で、アイスウィズがブースト、もういろいろ喋りたいことあるんだけど、まあ、一応撮っときますか。それで、はい、バルーンで行きながらね、いろいろ喋っていこうかなと思います。で、まずね、このタイトルよね、タイトル、ってかサムネか。サムネ、もうやめますってね。いやー、まずね、まずこれは、サムネ詐欺じゃないです。まあ、クラロはやめるってことじゃないし、まあ、特に大したことでもないんですけど、あのね、もうマルチガチるのやめようかなと思います。って言ってもなんかね、前シーズン前日だけなんですけど、前日だけで多分5時間ぐらいね、回したんですよ。まあ、前々日はできなくて全くね、一戦もしてなかったんですけど、前日に一気に追い込もうと思ってやったら、まあ、そう、5時間ぐらいやったんですけど、トロがね、戻らんくて、なんなら落ちちゃってね。で、もう、だってさ、5時間っすよ。5時間ってやばくね?っていうことで、ちょっと、ま、萎えまして、普通にね。これは、ちょっと一回休憩しようと思って。そう、なので、今シーズンはね、ちょっとマルチね、ガチんないっすね。やるんすけど、今もうやってるしね。実際やってるんすけど、その、なんか5時間やったりはしないです。なので、おそらくっていうか、まあ、ほぼ確で、3桁フィニッシュとかはもう不可能だと思います。うん、なので、まあ、ね、期待してくれてる方いるのかわかんないですけど、まあ、今シーズンに関しては本当にね、全くと言っていいほどやらないんで、やらないというかガチでやらないんで、うん、全然期待はね、しないでください。まあ、してる人いるかわかんないんですけど。っていうね、感じですね。報告っていうか。だから一日、まあ、気分的にね、やりたい時はやるんですけど、もちろんね。なんですけど、最終日にそのガチったり、シーズン1週間前とかに一気に追い込んだりは、今シーズンはちょっといいかなっていう感じですね。ちょっと休憩します。まあ、やるけどね、動画もあるし、一応やるんですけど、うん、ちょっと休憩かなっていう感じですね。さあ、相手いいな、それ。その、ごぼりいいっすね、相手の。なんて、これやばい。ナイトね、これ痛いんですよ。で、これベビドラか?ああ、釣れないと。これね、ベビドラね、無視すると結構痛いんで、一応対応っすね。で、これは、こんな感じで守ってあげましょうか。よいしょ。てか、ちゃっかり遅延と当たってるね。そう、アイスウィズブースト来てて、まあ、遅延がね、多いかもしれないですね。まあ、それはどうでもいいんだ。そう、今シーズンね。なので、その、ガチガチでやるっていうのはね、今シーズンはちょっと、控えます。はい。なので、まあ、さっきも言ったんですけど、3桁フィニッシュっていうのは、まあ、ほぼ確、かな?できないの。まあ、これでできたらなんかもうおかしいしね、それはそれで。お前ちゃんとやんない方がいいじゃんっていう風になっちゃうんで。そうですね。なので一回ね、ちょっと。うん。一旦。さあ、これどうしよっかな。これ相手がね、結構いやらしい攻め方してくるんですよね。スケラをね、どっちに打ってくるかわかんないんですよね、これ。結構嫌なんですけど。まあこれタルババで結構抑えれると思うんで、オッケーオッケー、ポイズン打ってくるけど。まあそんな怖くないんでね。で、これスケールちゃんと対応してあげて。あ、アイスウィズ入ってんな。で、もディガー削りかな。なので、バルーンタゲ取りのディガーっすね、ここは。はいはい。急に解説、急に真面目に解説していく。
まあ本当そう、動画撮りたいし、普通にマルチね、全くやんないわけじゃないんでね。うん。まあなんですけど、ガチガチでやるっていうのはないかなっていう話ですね。なので、まあ、ご理解、よろしくお願いします。いやー、これ痛いなー。スキラ強いっすねー、マジで。マジで強いな。マジで強いな。めちゃめちゃ削るやん。まあ、今期ね、アイスイズがブースト来てるんでね、ちょっとやばいっすよ。これね、まずいっすね。これやばい。ワンチャン負ける、マジで。これね、逆サイにスキラ来るかな。来ないか。あー、来るか。それね、うまいっすね、相手。これうまいんですよ、非常に。嫌なんですよね。なんで、ここ嫌なんで、攻めます。ここ守りから入、守りすぎると、無理なんで、無理でが終わっちゃうんでね。で、おそらく、タルババが来るかな。タルババ来たら美味しいんだけどな。オッケーオッケーオッケー。なんかその攻めは美味しい気がする。あー、そのポイズンはうまいな、でも。いや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 。やばくね。スキラ、マジでスキラ、え？今のそんな入る？今のでさ、単体スキラーでそこまで削る？まあね、まあ安定ですね。安定のスキラ、強いっすね。なので報告はそんな感じですね。まあ大雑把すぎるけど。まあガチガチでやることはない。なので当分でね、今シーズンは本当に期待しないでください。マジで。あの別にグロフィニとかも狙わないで。まあそう、最近ずっとね、グロフィニしたい言って、マルチ結構やってたんですけど、今季はちょっとね、休みということで。まあなんですけど、その、まあ動画でさっきも言った通りマルチやったり、あとは、そう動画ね、動画をちょっとね、変えようと思って。変えようっていうか、マルチを撮らないんで、あんまりね、多分、わかんないけど。まあグラチャレとか、もう撮ると思うんですけど、なんだっけな、そう、前にね、意見もらった、なんだっけ、そう、BO3 とか、大会とかの時に、どうやってデッキ決めてますかっていう質問があって、まあ、それね、一応バルーン使いとして、うん、どういう、ね、デッキ選びしてるかとか、なんか切ると。そう、セミプロとか出て、あるんで、そう、セミプロとかがあるんで、そういうのね、なんか多分ね、公開しちゃダメなんですよ、でも試合を。なので、なんだ。名前隠してね、撮ると思います。多分だけど公開ダメなんだよね。わかんないけど、いいのかな？あんまわかんないですけど、その辺が。だってこれ雪玉当たってなくね？うわ。もう、そういうところですよね。うわぁ、きついで。きついですね。そう、なので名前隠してちゃんとね。ちゃんと名前隠して動画をね、上げると思います。セミプロの試合とか、あとは普通に大会とか。まあ、僕、交流戦とか結構出てるんで、軍団のね。うん、出てるんで、その辺もね、やっていこうかなっていうふうに思っております。動画で上げていこうかなと思ってます。どんな感じでね、選んでるかっていうのを。まあ、マジで需要あるかは全くわかんないんで見たい人だけっていう感じなんですけど。いやー、これきついぞ。きついっすね。きついっすね、これは。非常にきついよ。ディガー来るんだよな、どうせ。どうせディガー来るんですよね。で、ヤナメ来るでしょ。はいはいはい、もうわかってるって感じでね。で、これ全部飛んでくれるんで。まあ、とはいえ刺さってないんですよね、こっちのダメージが。硬すぎ。対空がめちゃめちゃ多いっすね、相手。で、これ多分墓石裂いてくれると思ったけど、抑えてくれなかったみたいですね、相手は。あー、裂いてくれた。オッケーオッケーオッケー。で、おそらくディガーと、ヤーメが来るかな。うわ、やば、それはやべ。それはやべ。いや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 、勘弁してくれよって感じっすね、これは。本当に。本当に勘弁してくれよって感じなんですけど。一発入ってよ。あ、やばい。入ったところでだ。あ、いや、惜しい。ワンチャン勝てましたね。もうこの対空しかないで。ちょ、待って。お、序盤から2連敗。もうほんとこんな感じでね。やばいんすけど。
まあ、マジでしゃあないね。しゃあない。もう数字なくなったしな。序盤から2連敗なんですけど。まあ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 。で、そう、負け動画とかも全然あげようかなと。もう、これに関しては時間ないんで普通にあげるっすね。うん。で、そう、そうだ。何さっき俺。なんか話すことあったんだよな。ちょっとまとまってな、時間なさすぎてさ、今。全然話まとまってないんだけど。ごめんなさい。なんかミスってる相手。そう。大会とかのね、デッキ選択どういう風にしてますかっていうのとかをね、やっていこうかなと思っております。で、あとは、なんだろうな。やば、この人全然レベルない。痛い。痛い。そう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 。どういう風に選んでるかっていう、多分その動画をね、あげます。で、あとは、そう、デュエルモードが多分ね、これから主流になっていくと思うんで、それもね、動画出したいですね。僕今度セミプロの試合でデュエルに出ると思うんで、そちらの方もね、できたら、話していけたらなと思っております。まあ、さすがに名前隠せばいいと思うんで、バレないと思うしね、まず。いいと思うし、ダメーって言われても多分バレないと思うんでね。いや、痛いぞ。痛いけどしゃあないっすね。で、そうだなー。あとは、グラチャで、まあ、どういうデッキ選びしてるか、とか、あとは、まあ、フレーバーと、僕的にね、ガチ BO3 とか結構好きなんですよ。なので、上手い方にね、BO3 お願いして、まあ、そこでもね、デッキ選びの駆け引きとかあるんで、もちろんね。そうそう、そういうのも、まあ、実際にね、相手にしてみて、どうやって選んでるのっていうのもね、説明っていうか紹介していけたらなと思っておりますので。まあ、結構ね、BO3 とか面白いと思うんですよね、僕的には。俺結構好きなんですよね。見てる方はどうなんだろう、あんまりなのかな、わかんないですけど。まあ、多分ね、ちょくちょく上がっていくと思います。少しずつ、少し、ん ?1、2本はね、とりあえずは様子見で上げると思うんで、まあ、前も上げてたんですけど、実はね。え、やばい、諦めたと思ってさ、アイゴリ出しちゃったよ。諦めてなかった、全然。全然諦めてなかった、ちなみに。ちなみに全然諦めてない。これ、リガ裏っすね。はい。めっちゃうざいやつ。めっちゃうざいやつ。はい、とか言って。はいはいはい。オッケー。よしよしよし。まあ、これはレベル低いんでね。勝てましたね。オッケーかな。で、あとはそうだな。前シーズンの愚痴とか、愚痴っていうか文句めちゃめちゃあるんですけど。まあ、それどうする?まあ、いっか。それはいいや。またそれはね、今度の動画で。ということで、まあ、今回は報告っすね。軽い報告動画ということで、なんだ?今シーズンはちょっとガチでやるのはやめます。一旦ね、休憩しますということで。まあ、やるけどね、マルチやるけど、要は3時間めっちゃ続けてやったり、5時間続けてやったりっていうのをもうしないでね。ちょっと、一旦マジで、休みます。休むっていうか、マルチはガチないかなっていう感じですね。ゆるーくやるっていう、ちょっと一回ね、一回ゆるくやろうと思います。ということで、まあ、サムネ詐欺みたいなことしてごめんなさい。すいませんでした。まあ、詐欺じゃないんだけどね。ちょっとね、ちょっと詐欺っぽいことしてね、すいませんでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。また、明日の動画でよろしくお願いします。ということで、バイバイ。